皆さんこんにちは。ファイナンシャルプランナーの近藤です。今回はですね、固定金利と変動金利どちらが良いというテーマでですね、お話をしていきたいと思います。まずそもそもなんですけどね、住宅ローンの中の金利の種類ということで言いますと、固定金利、変動金利、あと固定金利の中にもね、全期間固定金利というものですね、一部期間の固定金利、3年とか5年とか10年とか、決まってですね、金利が固定されているものっていうのがあります。で、変動金利っていうのはね、その名の通り金利が変動していくものなんですけども、基本的に半年に1回ずつですね、金利が見直されていくというものになっています。まあ分かりやすいですね、全期間固定金利という形ですと、ずっと金利が一定と、返済期間を通じてね、ということがありますんで、メリットとしましては、返す金額がずっと一定と、で、一生涯で払う金額がこれで確定しますと、いうことなので、なんていうんでしょうね、すごく計画が立てやすい、今後のですね、ライフプランが立てやすいっていうメリットがあります。これに対してですね、一部期間の固定金利っていうことになりますと、固定の金利の期間が決まってまして、3年とか5年とか10年とか決まってて、その期間は金利が約束されますと。で、それが終わりますと、まあ変動金利になったり、もう一回固定金利を選べたりする。まあこの辺は銀行さんによって違いますけれども、基本的にはこれ以外の期間に関してはですね、金利が約束されてませんと。まあ初めの期間だけが金利が約束されてますと。こういうものになります。で、変動金利って言いますと、金利がですね、先ほど言いましたように半年に一度ずつ金利が見直されていくというようなものになります。で、圧倒的に今ですね、多いのは変動金利で選んでいる方が多いんですけれども、変動金利の中にもですね、ちょっと注意するところも必要でして、まずですね、先ほど半年に1回ですね、金利が見直されるということになりましたけれども、返済額が半年ごとに変わっていくというわけではありません。返済額はですね、基本的にはそこまで細かく変えていくと大変なんで、5年間は一定なんですね。何が変わるかっていうと、この返済額が一定の中で金利が変わることによって、払ってる、まあ例えば月8万円払ってる中の、そのうちの3万円が利息がですね、金利が上がったら、じゃあそのうちの4万円が利息か。で、元金は4万円しか返してないっていう。こういうですね、この一定の返済額の中で、元金と利息、この払ってる割合だけが変わっていくっていうものです。これがですね、いわゆる変動金利の5年ルールと呼ばれているものです。もう一個ですね、 125% ルールっていうのもありまして、これはどういうものかっていうと、5年後に見直しするときに金利がガーンと上がってたからといって支払い額がドーンと増えちゃうと、ガーンとかドーンとか擬音語が多いですけれども、実はですね、それはやっぱり払う側にとって負担が大きくなるので、返済額は 1.25 倍以内と。だからここが8万円だとしてもですね、ここは10万円までしか行きませんよっていうようなですね、こういうですね、 125% ルールっていうのも用意されてまして、これで払う人がね、めちゃめちゃ負担が増えないようにっていうですね、ことが行われています。じゃあいいじゃんっていうふうに思われるかもしれませんが、これがですね、逆に落とし穴があります。こういうようなですね、ルールが出来上がってます。で、実際にですね、金利の事例ということで、これ住宅金融普及協会のですね、サイトから引っ張ってきたんですけれども、ここが変動金利で、ここがですね、金利のですね、固定金利選択型固定金利ありますけれども、例えば3年固定、5年固定、10年固定、20年固定っていう感じでずっとあります。今ってですね、これ見ていただくと大体わかると思うんですけども、変動金利がですね、一番安くなってまして、そこから固定金利になると少し金利が上がってくる。で、さらにですね、固定期間が長くなればなるほど金利が上がってくるという傾向があります。まあ例えばこれでもそうですし、この2番目の商品でも同じような傾向だと思います。これやっぱりですね、銀行さんが長く貸せば貸そうとするほど、それだけ先の金利が不透明だから、だから金利を高めに貸しとかないとちょっと怖いよねと、いうことでですね、こっちのですね、固定期間が長くなればなるほど金利を高めにしているというのがあります。それもあってですね、今変動金利で借りようっていうことで飛びついていく方が多いんですけども、変動金利にもちょっとリスクがありまして、この未払い利息っていう言葉があります。先ほど出てきましたようにね、この 25% アップっていう 1.25 倍までしか上限を上げないとか、
5年間は返済額を変えないという、そういう返す人を保護していくですね、ルールもあるんですけども、じゃあですね、仮に金利がすごく上がってしまった場合、どういうことが起こるかというと、これですね、こっちが青いのが元金、オレンジが利息なんですが、初めはこんぐらい、利息のがちょっと多くて元金少ない感じでいきましたと。で、半年経ってですね、金利が上がりました。そうすると先ほどの話のように、払ってる同じ8万円のうちの元金の部分が減って利息が増えてきます。さらに金利が上がりました。こうなってくるとですね、利息で8万円を超えてしまうと元金が減っていかないんですね。それだけじゃなくてですね、払えない利息の部分はですね、実は後回しで払わなきゃいけない。銀行さんってですね、金利が上がったからじゃあこの分取らないかっていうと取らないわけなくてですね、でも払う額は据え置いとくっていうことで、これを後々に付けを回していくだけなんですよね。ですんで、実はね、予定の年数がほぼ終わったと思ってもまだですね、ローンが残っている状態になってしまうという、変動金利はですね、こういうようなリスクも潜んでいるということは注意してください。まあ今のところですね、変動金利始まってからそんなに大幅にね、金利が上昇したっていう局面はありませんので、こういう未払いリスクがね、発生するような局面には至ってないんですが、ただね、今後何が起こるかも分かんないっていう意味ではですね、こういうことも変動金利に起こるということは把握しておく必要があると思います。実際にこれですね、住宅ローンの金利の推移なんですけれども、先ほどお話したようにね、もう最近はずっとこの青い方が変動金利ですけども落ち着いてます。でもね、ちょっと前のバブルの頃なんていうのは、金利最大 8.5% というようなね、瞬間最大風速もありましたんで、こういうところになってくるとやはりさっきのような未払い利息っていう、ね、問題も起こってくるということで注意しておくことが必要です。まあ、今後の家庭状況を見ながら選定ということで、私はね、先ほどにも、まあ、今変動金利が安いからとかそういう形でスタートするんじゃなくて、やっぱり自分たちの家庭状況として今金利が上がっちゃっても大丈夫なのかどうかっていうところで合わせて見ておく必要があると思います。例えばですね、この方32歳30歳のご夫婦だけども、これからお子さん2人ぐらいね、授かりたいなと思っている方でしたと。やっぱりこういう時代が来るっていう方ですと、金利がね、さっきより半年に1回変わってくる、で場合によっては元金がほとんど減らない時代が来るというと結構プレッシャーになっちゃうわけですよ。ですので、こういうね、これからちょっと家計が不安定になりそうだな、出産育児がある、もしくは転職がある、転勤があるなんていう場合にはですね、少なくともこの期間は、金利は固定させておいて支払い額は確定させておくという方がですね、気持ち的にもゆとりが出るんじゃないかなと思います。もしくはね、めちゃめちゃリスクを許容できる人、自分たちの返済余力に対して返済額がすごく少ないと、返済比率でいうとね、まあ 15% を切ってきてると、こんな方なんかはね、金利、あの変動金利を選んで少しリスクを取っても問題がないのかなというふうに思います。あとはですね、まあ、高性能住宅の場合の金利優遇はっていうことなんですけれども、まだ知る限りそんなありません。強いて言うとこのフラット35っていうね、全期間固定金利、まあ、住宅金融支援機構っていうね、まあ、半分国、もともと国だったようなところがやってる、ローンなんですけれども、これですとですね、フラット35の S で金利 A プラン B プランっていうことがありますけれども、ある一定のね、性能、省エネ性能とか耐震性能とか耐久性能とか、そういうのをですね、クリアしていくと、金利が安くなりますっていうようなものをですね、準備している、ところも出てきたかなと。ただなかなかね、何でしょう、民間の銀行さんベースでね、こういう省エネ住宅になったから金利下げますっていうのはね、まだまだ日本じゃあんまり見ないなというふうに思います。かたやね、海外なんか結構進んでまして、これはあのエネルギーパス協会さんの資料から取ってきたんですけども、ヨーロッパですね、ヨーロッパなんかでいくと、新築の場合には、この KFW40 ってありますけれども、要は基準のですね、40% 一時エネルギーが削減されている住宅だと、要は6割減してるとですね、利子を 10% 免除しましょう。55% まで達成してると 5%、 7割までしか達成しないと利子免除ありませんという、こういうもう省エネ基準ですね、それによってですね、ローンの利子が免除されるという仕組みが整備されたり、これが新築だけじゃなくてですね、リフォームの方にも整備されたりって、こういう制度がありますんで、日本にもね、今後は省エネ性能が一定の基準以下だったら利子が免除されますよとか、金利を優遇しますよと、
というのもね、もっと広がってくるんじゃないかなというふうに思います。岡田さん、いろいろお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今回は、固定金利と変動金利の話ということで、はい、ちょっと私出していただいた資料を見てて、うん、思ったんですけど、うん、さっきその金利が今 2.4 っていう数字出てたと思うんです。はいはい、ただなんか一般的に最近こう金利位置を切るとか、うん、今低金利だってよく聞くんですけど、うん、それってなんかどういうことなんですか。あ、はいはい、すいません、さっきちょっと割愛してしまったんですけども、はい、あそこで表示されて 2.4 とかっていうのは、うん、店頭表示金利っていわゆる定価ですね。あ、出してます。で、実際に借りるとき、皆さんが借りるときには、うん、そこから優遇金利っていうのがありましてね、うんうん、例えばこういうことをして、そこの銀行で公共料金の引き落としをするとか、ポイントを作るとか、するとですね、まあ、あとそれじゃなくてもデフォルトでも何パーセント引きますっていうような、もう値引き幅っていうんですかね、優遇金利っていうのが決まってまして、実際に我々の手元に降りてくるときには 0. 何パーセントっていう金利水準でね、今は借りることができるようになってます。あ、それはじゃあ審査をしていただいて、じゃああなたのその値引きというか、そのそうですね、優遇幅がこれぐらいになります、これぐらいなのでこれぐらいの金利ですっていうふうに決まるっていうことなんですね。大体目安はこれぐらい下げますよっていうのはもともと表示されて、うんうん、で最終的には審査を経た上で、うんうん、じゃああなたの場合はこうですっていうふうになってきます。うーん、だから銀行さんによっても当然金利って実は違ってきまして、それって銀行さんによって違うんですか。そうなんですよ。さっきのね、定価っていうんですか、店頭標準金利ってのはそんなに変わらないんですけども、優遇幅っていうのは全然違ってきますんで、どこの銀行さんが今だったら一番メリットあるかなっていうようなこともね、金利条件全然違ってきたり、審査出してみて一番ね有利な銀行どこだっていうふうにやってる方もいらっしゃいます。その家づくりをそのされる方っていうのは、そのローンを組むときに、うん、そのまあ、金利の比較みたいな感じでされるんですか。やっぱされますね。そうなんですね。そうです、さっきの固定がいいか変動がいいかっていうのもあるし、うん、A 銀行 B 銀行どっちがいいかみたいな感じでね、うん、比較される方もいらっしゃいます。ただそのもう一方で気をつけた方がいいのは、金利だけじゃなくてね、うん、例えばさっき言った短信、団体信用生命保険で差をつけてる銀行さんもあれば、はいはい、手数料とかに差をつけてたりね、そういう繰り上げ返済のしやすさで差をつけてたりっていう、うん、今結構銀行さんがいろんなサービスの面で差をつけてきたりしてるんで、金利だけにとらわれず比較する方がいいと思います。なるほどですね、ありがとうございます。あとそうですね、今その、まあ、変動金利が多分圧倒的に多いっていうふうにおっしゃられてたと思うんですけども、うん、まあ、実際その変動金利ってそのリスクがそのまああることも理解をしておいた方がいいよっていう話があって、何ですかね、この後から例えばその変動金利してたのに固定金利に変えるみたいなことってできるんですか。そうですね、一応ですね、できなくはないっていうような形になってます。というのも同じ銀行の中で、まあ、変動から固定っていうのは難しい場合が多いんですけども、うん、A 銀行で変動で借りてました、それを B 銀行の固定金利の、まあ、住宅ローンに借り換えますっていうな、借り換えという形になるんですね。そうですね、そういう形の方が今多いのかなと思います、うん、ただ借り換えするにも借り換えの手数料っていうのがかかりますし、うん、だからよっぽどね、その金利が下がるとかっていうことがないとなかなかメリット出にくいの、うん、でよくあるのはね、変動金利で金利が上がってきたら固定に切り替えようと思いますって言われる方もいらっしゃるんですけども、なかなかそのタイミングがね、一般の方って見分け、ね、判断がつきづらくて、うん、で気づいた頃には金利がガガガッと上がってきちゃって、借り換えがもうしても固定金利も上がってきちゃってたということになることも考えられるとは思います。なんか変動金利と固定金利ってその上がるタイミングって違うんですよね。そうですね、もともと指標にしてる何でしょう、基準のなんかね、が違うので、はい、だからね、変動金利の上がるタイミングと固定金利の上がるタイミングって全然一致しないんですよね。あ、じゃあまあ一般の方が見分けるのは結構です。そうですね、そういう意味でいくと難しいと思います。なるほどですね、うん、ありがとうございます。